こんにちは、ゆきちかです、今回は商品と対策を1点ずつ書きました。青木ゆき子です。次をテーマに制作をしました。よろしくお願いいたします。こんにちは、桜井です。今回、作品を制作しました。よろしくお願いします。花持ちです。最近私の中での作品のテーマがですね、酔い時の風景ということになっておりまして、今回の作品もあの2つそのテーマに合わせて制作いたしました。消し図を描きました岩田宗平です。花の鼓動をリズム感を持って表現させていただきました。人間は私たちみんなあのリズムを持って鼓動を持って生きているっていう、そんなことを実感していただければ幸いです。清水光と申します。主に水をモチーフとした作品を描いています。移ろう変化の一瞬を本画材を使って描いています。こんにちは、広瀬咲子です。今回は産業廃棄物処理場をモチーフに描いてみました。いつも工事現場とかそういったところをモチーフに選んでいます。よろしくお願いします。はい、服部です。今回は商品を描きました。普段ですね、机にあるような小物をですね、ビー玉とかミニカーを描いてます。作者の、吉岡と申します。目に見えるものを、描いていくんですが、そこから目に見えないものを感じてもらえるかと思います。こんにちは、深井です。今回は屏風を描きましたが、襖や天井なども描きたいと思っています。ご依頼お待ちしております。こんにちは、清美かな子です。水ですとか、ガラスですとか映り込みをテーマにした作品を制作しています。ぜひご覧ください。こんにちは、伊藤です。今回は、木とそれからカラスと、そういったものを描いてみました。いつも木を描いているんですけども、今回は倒れた木の根っこと、それに止まっているカラス、それから、空を飛んでいるカラス、そういうものが織りなす世界っていうものを、楽しんでいただければと思います。こんにちは、松崎十郎です。ゴムという大変、ホテルには手を振っています。